はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今まさにそのね、こんな時代なんですけども、マスクがね、まだまだ足りてないようですね。世界中で足りてないみたいですね。ね、そうやってニュースでも言ってますけども、あとね、ニュースで言ってたのがね、女性がね、メイクあれしてるじゃないですか。女性がしてるメイクね、あれがね、すごいね、いいらしいですよ。そのメイクをしてるとですね、そのお顔を触らないじゃないですか。そのアイメイクをがっつりとアイシャドウとかね、つけまつげとかあるじゃないですか。それをしてると目をこうガーってこすることもないですし、そのリップ、口紅ね、リップもしてたら口を触ることもね、ないでしょう。まあ、僕はね、美容師なんで少しはメイクに携わってますけども、まあ、一般的なね、その男性は関連がないのでですね、まあ、何のこっちゃわからんと思いますけども、そのね、お化粧をしたら、朝にしたら、夜に家に帰ってきてお風呂に入るまでっていう、その長い時間、そのお化粧は落とさないもんなんですよ。で、まあ、その今の時期にね、流行ってる感染症の予防策としてですね、マスクも大事ですけども、その洗ってない手で目や口っていうのをね、その触らない方がいいとね、これもね、ニュースワイドショーでね、報じられています。まあ、触らないでいいよと思うことなんて、まあ、非常に難しいんですけども、まあ、無意識にね、鼻や目っていうのは触ってしまうもんなんで、こすってしまうもんなんでね、こう頻繁にこう手洗いをね、石鹸で手洗いをした方がね、いいと思います。今の時期はね。そのね、要はですね、汚いものに触れなければですよ。手は本来ならば綺麗なはずなので、一回洗ったらね。まあ、外から中に入ったら、その手を洗うぐらいでいいと思いますし、まあ、女性のね、例えばメイク道具もですよ。まあ、自分のものはね、自分で使うんですけども、他の人にね、それを貸してあげるっていうことはね、めったにしないと思うんでね、いいと思うんですけども、まあ、これもね、難しい話ですけども、その他の人が触ったものをね、触らない限りですね、まあ、ウイルスなどの感染症っていうのはね、接触感染っていうのはですね、ないと思います。接触感染はね、ないと思うんですけども、まあ、飛沫感染はね、触らなくても感染してしまうので、まあね、みんなお互いに注意がね、必要ですよね。まあその、触る触らないじゃないですけども、マスクもね、実はこれ、触ってしまうんですよ。無意識にね。まあ僕のマスクはね、こう、袋に入った、一枚一枚を使う前のやつなんですけども、入ってるんでいいんですけども、中にはこの、箱にまとめて入ってるタイプっていうのとかも、まあ大体売られてるのはそうなんですけども、その箱の中に袋、にまとめられてごっそりこう入ってるやつで、それが箱で梱包されてますよっていうタイプのやつあるじゃないですか。大体そうやと思うんですけども、そのまあね、その箱からその袋をピリッと開けて一枚一枚出していくっていう風なことで使っていくとですね、その箱自体がボロボロになってきて、まあ、保存状態といいますかね、その、まあ、というか箱が潰れてしまうじゃないですか。でマスクだけじゃないですけども、その例えばティッシュ箱とかね、まあ、他のいろんな箱とかあるじゃないですか。紙でできてる箱ね、ああいうのってこうボロボロになってきて型崩れというか崩れてしまうとですね、なんか嫌じゃないですか。くしゃってなってきたのに、その上になんかやっぱ物を置いてしまったりとかってすると、それも潰れるし、なんか見た目的にもね、良くないですし、まあ、衛生的にもね、もちろんあかんですけど、なんかこう心でなんか嫌やなって思うのとかね、結構感じると思うんです。そんなんが嫌で最近こんなん見つけたんですよ。これね、ウェットティッシュを入れるやつなんですけど、まあ、100均で売ってるウェットティッシュ入れです。ウェットティッシュ買ってきて、それをこう入れ、ここね、こういう風なのを剥がして、ここに入れるんですけども、これね、実はね、今、子供用のマスク入れに使ってます。ちょっと見にくい。ちょっと待ってくださいね。ちょっと暗くしたら、はい、マスク。これ子供のマスク。可愛いミッキーの絵が出るんですけども、マスクをね、入れてるんですよ。子供のマスクはね、一枚一枚僕と奥さんみたいに、僕のマスクみたいにその袋詰めにされてないんで、されてないやつを買ってしまったんで、こういうのに入れてね、保存してるんです。で、ウェットティッシュのように使えるんで、ここからね、一枚ピッと取り出して、まあ、使えるっていう、まあ、
まあね、そういう保存方法をしてるだけなんですけども、まあ、これね、今子供用のやつ入れてますけども、そのサイズ感的に言ったら大人のマスクも頑張ったら入れれんじゃないのって思うんですよね。ちょっとはみ出るけど、まあ、無理やり入れたら、まあ、使いごとないぜって感じなんですけども、これやったらプラスチックの箱なんで、こうポンって置いても全然形も崩れへんし、ええと思います。ほんでね、まあ、こうシンプルなんでデザインもね、まあ、ちょっとね、今シール貼ってますけども、これはね、セルテープでピッて貼ってるだけなんで剥がせますんで、そのなんかこういうグレーの色なんで、まあ、白もあるんですけども、なんかこう例えばね、でインテリアの横にポンって置いても邪魔せえへんなって感じだと思います。まあ明らかにね、おかしなものの横に置いたら全然すごいアンバランスなんで邪魔なんですけども、普通のごく一般家庭の家にポンって置いてても何も邪魔になれへんなっていうデザインなんでね、おすすめです。とまあ今日はそんな感じでした。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。